どうも実様です。一人だけでも種馬兄弟です。どうも実様です。今日もプレイステーション2専用ソフトダービースタリオン04の実況プレイをしていきたいと思います。さあ、エージェントアネーノが前回引退してお母さんになったというところですね。で、種馬カキフライが今2歳になったところかな。まだ0歳か。種馬おっさんが未勝利ですね。よし、進んでいきましょう。あけましておめでとうございます。3歳になっちゃいましたね。未勝利。印はたくさんつくんですけど、なかなか勝てないっていうのが続いております。種馬おっさんです。うちなんでね、ちょっと馬なりで乗せてみましょうか。勝てそうで勝ててないですね。ずっと2200、距離適正が合ってくるのでしょうかね。トゥ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 、頼むで。さあ、今日はですね、実様大阪から広島までを車で往復してきたので、ちょっと疲労が溜まっておりますが、まあね、毎日続けることが重要かなと最近は思いますんでね、継続は力なりということで少し頑張って撮ろうかなと思いますね。ということで、おっさんは後ろからの競馬してるんですね。人気あるんで、うまいことぶつからずに出てきてくれればいい感じになるかもしれんですね。距離も長いですからね、最後ズバッと全部抜いて終わってくれればいいかなと思いますね。逃げ馬もほどほどに逃げてる感じで、ええ感じじゃないですかね、これ。勝利への、初勝利への地盤は固まったかのように見えますね。さあ、頑張れ。まあ今日ね、広島まで車で行ってきたんですけど、往復550キロぐらいですかね。なかなか遠いですね。距離よりもね、やっぱり高速で、まあ大阪から行くと、宝塚、あ、大阪じゃないか、兵庫ですかね、宝塚インターっていうのがあるんですけど、そこでめちゃくちゃ混みまして、まあそうこう言ってるうちにね、先頭にいますね、おっさん。これは勝ったでしょ。200。圧勝ですね。怪我しない限り。よし、3歳になって、3歳になって初めてのレース。いいんじゃないでしょうか。まあ、実様牧場のね、この、今までの系統を見ると、この3歳のうちしか勝てないっていう、4歳の頭ぐらいまでですかね。っていうのが続いてるんで、今のうちに勝ってね、ちょっとでもお金増やしてほしいですね。500万円もらいました。あ、ないんだ。次か、500万円。お？種馬いいねの子が生まれた。元気な男馬。おう！ちょっと早めに生まれた。やった。カキフライの次ですね。また男の子ですけど。種馬、木から始めるですね。種馬、よし、種馬キーエンスにします。キーエンス大丈夫かな、会社名ですよね。気になる方は調べていただければ、いろんなセンサーとか作ったり販売してあるんでね。キーエンスの営業さんはなかなか過酷だけども、お金いっぱいもらえるとかいう話を聞いたことありますね。はい、理系の人がよく行くんですかね。まあいいや。Thank you.
4月になりました。お金がちょっと1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、6000万、徐々に減ってきてますね。ということで今年は2頭種付けができるんですね。いいねちゃんとエージェンタネーノ、ちょっとエージェンタネーノが若いんですけどね、いいねも強い子を産んでくれるかどうかということで、今から相手を探しますので、この動画ね、このプレイ動画は種付けだけ条件があります。300万円より上のお馬さんはつけることができませんので、それで G1 を制覇したいという動画になっております。ということで種付け相手を選んできます。よし、まず種馬いいねの相手ですね、オグリキャップにしようと思います。長距離も入ってるし短距離も入ってるし速力もあるんでね、いいねの系統、種馬いいねとエージェンタネーの今2頭お母さんがおるんですけども、いいねの方は血を濃くしていこうかなと。で G1 を狙う。でエージェンタネーの芸風は、アウトブリードっていうんですか、あまり血を濃くし、なるべく血を濃くしないようにして健全な健康な馬で G1 を狙うという、ちょっと二等軸っていう馬行ってみようかなと思いますので、はい、種馬いいねうまくつくといいですね。そして次はエージェンタネーノの相手を決めていきたいと思います。この白いのがこれ青色と白色の名前があるんですけども、白いのが多分アウトブリードだと思うんで、ちょっとその中から選んでいこうと思います。それでは相手が見つかり次第、またよし決まりました。メジロマックイーンでいきます。はい、無難って言われてますけどね、足毛同士をくっつけていて、この足毛一族をねどんどん広げていければと思いますので、うまくまとってください。おーっというところでおっさんが走りますね。ミモザ賞、おー評価いいよいいよいいよ、追い込みでボロ勝ちしたんでもう一回追い込んでみましょうか。ちょっとクラスが上がるんで心配ですけど、丸ついてるんでね、行ってもらいましょう。ミモザ賞飲みますよ。ドゥードゥ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 、連勝いこう。さあ各馬ゲートイン、真ん中ら辺にいますね、7番かな。首振ってる首振ってる、ゴー、よしいいぞ。でスーッと下げて内行こう、距離があるんでね、もっと下げていいよ、無理せずもっと下げていいよ、下がってるんで、ね、じっくり行ってほしいですね。前が開くの待ってほしいですね。さあ長丁場なんでね、長いレースでねじっくり足ためて勝っていってもらえるとなんか嬉しいですね。思ってる通りの馬になっていってますね。もともとね逃げで勝てる馬作りたかったんですけど、なかなか勝てないんで、とりあえず勝てる馬を、そして G1 狙える馬をじっくり作っていきたいなと思います。今回でもう10話目になるんですけどもね、ちょっとまだまだ先が見えないんで、じっくりと皆さんお付き合いいただければ嬉しいです。ってえらい外回しとるな、届くのこれ、いけおっさん、いけ、届かんか、3着、外回しすぎましたね、前が塞がってたんでしょうか。3着もう1勝か2勝できそうな感じですね。2番人気で3着ですけど、ということで5月、さあどうかな、
エージェントアネードは？お、メジロマックイーンの子供がつきましたね。タネマイル、お、オグリキャップの子供がくっついてますね。21戦4勝。いいねの方が実績はちょっとだけ上ですね。9歳。カキフライは評価どうでしょう？とても順調に来ています。だいぶ立派な体つきになってきましょう。おー、いいじゃないですか。タイス強しの子供ですね。さあ、5月も走っていきますよ。ムーニーバレー。アルシー賞。お、評価また上がってますね。あ、馬なんじゃない。今回は経済コースをスルスルと。インを取ってなるべく短い距離走って、しかも足ためてね、いい競馬してくれるかな。よし、いいスタートですよ。うん、どのままあんま行かないな。映ってるよ、映ってるよ。2番映ってるよ。いいよ。うん、このまま追い込んでんの、これ。後ろに下がれなくなっちゃったんかな。スタートが良かった。めっちゃ前おんねんけど。下げるに下げれないんですね、これ。どんどん前行ってますね。うん、まあ、もうこのまま、こうなったら気持ちよく走ってくれればいいかなと思います。うん。映ってるよ。いいよ。ピンクのマスクが2頭いますね。後ろにいるのが、実様牧場の。種馬おっさんです。おっさんではありません。おっさんですね。ちょっとイントネーションが普通のイントネーションと違うんですけども。さあ 1000m も切って、徐々に馬群が近づいてくるかな、後ろから。ただこれ逃げてるんじゃないんですよね、これ。追い込んでるんですよね。足溜めてる状況ですからね、指示通りに行けば。さあ来た、行け、よし、出た。最後の直線ですね。うん、もう突き放して終わっていいっすよ。早い。根性勝負。根性もないですね。おお、完璧、完璧。圧勝。おっさん開花ですね。あ、間違えた。おっさん開花ですね。女の子ですからね、この田島おっさん。こう見えて。力強い追い込みでしたね。もう最後は一頭しか映っていない。スローの必要もない。強っ。いいじゃないですか。追い込んで勝ってますね。はい、勝ちました。2勝目です。おめでとうございます。紐持ってるのが実様ですので、はい、スーツの人はちょっと誰か知らないですけど。でもレコードには6秒もほど遠いですね。レコードって一番人気だったんですね。やった、750万円。嬉しいっすね。よし、次行こう。そういや、生まれた馬ってなんか毎週ごとに見ると評価が聞けるとか聞いたんですね。やんちゃで困っちゃう、やんちゃ、うちの馬が走るよ。おお、思ってた通りちょっと気性荒めになってきたのかな。ネモスさん、相変わらず評価が高めなんで嬉しいですね。続けて追い込んでみましょうか。ちゃんと下げて後ろから競馬してほしいですね、次は。2600、徐々に伸びてますね。アンファーでもあんま聞いたことないやつですね。さあ、ピンクのお目目立ってるよ。ピンクの帽子ですね。スタート、いいスタート。さあ、キューッと下げてない。
下げてない。あ、下げてるか。どこにいるんだ。あ、こっちのピンクじゃないか。あ、いた。ん、どれだ。あ、このオレンジの帽子でしたね。ピンクじゃなかったんだ。うん、ちゃんと後ろにいますね。そこそこうちも走ってくれてるけど、これ大丈夫かな。全員のお尻を眺めながら、人気もしてるんでね、勝ってほしいです。さあもう一周、距離が長いんでね、こうなってくると結構喋るのが辛いですね。辛いってこともないですけど、あんまり喋ることもなくなってくるんで、どうしましょうか今後ね。歌でも歌えます？なんか季節に合った歌とか。まあでもあんまり歌も上手くないんでね、なんかちょっといい企画とかがあったら教えていただきたいぐらいなんですけどもね。ということで、さあ上のがなくなると残り600ぐらいですね。勝負が始まりますよ、ここから。さあ、いいね、上がっ、いいねじゃないや、おっさん上がってきたよ。きた、よし、いっけ、ごぼう抜き。今先頭です。先頭映ってます、映ってます。うお、めっちゃ目立つ、めっちゃ目立つし、めっちゃ強いし、おー、圧勝、連勝。ハンデ戦ですけど、実力の違いを見つけつけました。あれ、実力の違い、なんで上げてる側なのかな。ちゃんと見なかった、私が悪いですね。あ、また誰か知らない2人がいますけどもね、勝ってくれましたね。種馬いいねちゃんの子供さんですね。52キロ、ハンデもらってる側ですね、はい。まあ一番人気だったんでね、その通り勝ててよかったです。おい、1000万円、お、回復、お金も回復しましたね。いいよ、いいね。さあ、それよりも実様はキーエンスの評価が気になります。やんちゃ、元気ありすぎ。ちょっとスタート怖いですけどね、いかない。お、あと2年ぐらいで借金も返せそうですね。26回、天の川ステークス、ステークス。ちょっと印減りましたね。ハンデ戦、一番ハンデもらってる側ですね。今回も、もう勝ってる間は指示変えません。1600万条件です。ハンデ戦です。人気もしてると思うんでね、馬券買ったらよかったかな、応援馬券。よし、頑張れ。お母さん以上の成績を残せるようにね、5勝以上、今3勝か、あと3勝いけるかな。スタート、いいスタートです。糸で遅れましたね。はい、下げて内に入って、よし、なるべくねロスしないように。結構濃いめの色なんですね、こう見ると。これ何毛って言うんやろ、振り毛じゃないよな、何毛だろう、後で見てみよう。よし、いいにいますね、いい感じですね。これ前パカッて開いたらもう決めちゃいますよ、きっと。開くかな。お、上がってきてる。開け、前開け。600、こっからか。600？これもう最後の直線なのかな。あれ？え？あ！嘘。
そう、これから、うわ中止してる、一番人気で、マジで、あ、そやろ、2歳苦労してようやく3歳で買ってくれたのに、マジかよ、種馬おっさんが死んでしまいました。ご視聴ありがとうございました。マジかよ。